真珠湾像、百鬼夜行絵巻伝土佐港新百鬼夜行絵巻は、日本の絵巻物である。多数の作品が幻想にしており、代表的な作品は、京都大徳寺山内の達中、真珠湾に所蔵される、百鬼夜行図である。百鬼夜行絵巻とは、妖怪たちが行列をする、百鬼夜行の様を描いたとされる複数の絵巻物の総称である。室町時代から、明治、 大正年間頃まで数多く制作されており、国内外を問わず多くの機関、個人によって所蔵されている。当初より数種の絵巻が存在していて、それが模写、転写される間に様々なパターンを構成し、今日に伝わったものなのではないかと考えられている。制作された時代から名称。 総称が固定されていたわけではなく、全く同様の図が描かれた絵巻であったとしても、百鬼の図、妖怪絵巻など、別の題名が名付けられている場合も見受けられる。百鬼夜行という言葉が使われているが、根弱物語集などの説話集に見られる。平安時代の人々に恐れられていた鬼や異形の者が行列をする、百鬼夜行と、本作品に見られる。 百鬼夜行とされる行列は同一のものではなく、別のイメージであると考えられている。また、作品中に登場する妖怪たちは、器物の妖怪たちが中心となっている点に、大きな特徴があるが、百鬼夜行絵巻に描かれるのは、器物だけであるとは限らず、器物以外の動物や植物なども描かれており、 長寿草木器物戯画絵巻という性格から作品を鑑賞することもでき、長寿人物戯画や不創信絵巻との関係もあるのではないかとも考えられている。近代以後、田中市松などによる紹介に始まり、展覧会、書籍などを通じて最もその存在がルフされているのは、真珠湾に所蔵されている百鬼屋構図である。真珠湾本は室町時代の制作であり、 土佐派の画家、土佐行進の筆であると伝承されているが、確証はない。また、真珠暗本が、すべての百鬼夜行絵巻の素形であるというわけではなく、室町時代、あるいはそれ以前に存在した百鬼夜行絵巻を手本として制作された作品の、うちの一つであると考えられている。21世紀現在でも、複数伝存している百鬼夜行絵巻のうち、 どの系統のものが、最も古い形を残し、素形を保っているのか、その前後関係はまだ研究途上にある。本朝画と品目など、江戸時代に編まれた絵画の伝送や、所蔵先を記した文献には、土佐三つ主義による、明徳年間頃と考えられる一巻、この絵家に、土佐詰鷹によって、昭和5年描かれたとされる奥書きを持つ。 百鬼夜行絵巻が伝来していたことを記しているが、現在孫悲は確認はされておらずどのような内容であったかは不詳である。古川急行は、土佐ネタカは12世紀の人物なので14世紀に描かれている点を考えると、画家名は疑わしいと、造歩高校画布で考察を示しており、校舎の画家名はあくまでも家宅であったと考えられる。 絵巻物に描かれた内容や物語を示す言葉書きが付けられていることはほとんどなく妖怪たちがどのようなことをしているのか正確な内容は不明であるそのため本作品がどのように受容され鑑賞されていたかもはっきりはしていない言葉書きを持つ百鬼や行絵巻は非常に珍しくわずかながら数点言葉書きのあるものが確認されている 言葉書きの内容には、自称年間の末に、福原に戸が移り、持ち主を失って荒れ果ててしまった屋敷に異形たちが現れた、とある。構成などに異動があるものの、真珠湾系統の絵巻物とほぼ同様の妖怪が描かれている。これらが、真珠湾系統の絵巻物の原点となった素形に、もともとあったものであるのか、後になってから付け加えられたのかはまだ不明である。 百鬼夜行絵巻の霊国際日本文化研究センター像、百鬼夜行絵巻、真珠暗本との順番の違いが確認できる。百鬼夜行絵巻と総称されているが、全く同じ図柄のものも存在すれば、描かれる妖怪の順番の違うもの、全く違うものなど、複数の系統が存在している。確認される、伝尊作品の中では、真珠案の蔵品が、 最も古い部類にあたり、本庁画と品目などの文献上にのみ確認ができる、それ以前の時代の制作であるとされる作品が、どのような図柄であったものかは、未だ明確ではない。ありがとうございます。